信じている。 受けることにより 神の奇跡が起こるのだと。 だから俺は絶対に諦めない。 この身が切り裂かれ 砕け散る。 守り抜く。 俺はジュバイルの息子。 名はアウスだ。 時を遡ること半日前、俺たち滅火の志願兵は侵略進軍を続けるアブラハからメッカを守るため最終防衛地に集結していた。アブラハの軍隊はアフリカ大陸から海を渡りアラビア半島を進軍、主要都市を次々と侵略し北上を続けていた。奴らの目的は アラビア半島屈指の貿易都市として繁栄していたメッカを侵略すること。圧倒的な戦力を誇示し幸福を強要してきたのだ。アブラハの有する戦力はあまりにも強大だったためメッカの民は一時アルハダの山に避難し争うことなく解決する方法を探り求めた。ところが 奴らが突きつけてきた条件は予想をはるかに超え無慈悲なものであった。その条件とはただメッカを明け渡すだけではなく我らが神の家カーバの神殿とそこに祀られている聖なる石を破壊すること。そして市民は全員信仰を捨て奴らの奴隷となることだったのだ。 この卑劣な条件にメッカの民は怒りに震えた。そして戦うことを決意したのだった。志願兵の諸君、 今この瞬間もアブラハの軍隊は我らの故郷メッカを目指して進軍を続けていることだろう。我々は奴らの破壊と侵略からメッカを守るためこの決戦の谷からは決して引かん。我らの使命はアブラハの軍隊をメッカに一歩たりとも立ち入らせず退けることにある。そしてそれはここメッカとその象徴であるカーバン。 ごめんなさい。まったく今日で何度目だ。すみません、緊張しちゃって。ほら、ありがとうアウス。大体なぜそんなに武器と防具を身につけているんだ。我々メッカの志願兵を束ねるのが彼ムサブ総隊長だ。数々の戦場を生き抜いた歴戦の猛者で その知識と経験は我々志願兵の心の支えとなっている。でも僕動き回るの得意じゃないから。まったくお前というやつは。そしてこの少し太った憎めない奴がヒシャーム。いつ敵が姿を現すかわからないこんな状況でも自然と場を和ませ明るくすることができる不思議な魅力を持っている。 またやっちゃった。すまんなムサブ、こいつの余計な装備は俺が没収しとく。思えばムサブ総隊長が志願兵を募っていることを教えてくれたのもこのヒシャームだった。みんな聞いてくれ、我と思わん者はこの武器を持っていってくれ。 全部タダだ。ね、言った通りでしょ。ああ、本当に戦が始まるのか。俺たちの敵はアブラハは聖なるカーバの神殿の破壊を公言している。そんなことは絶対にさせてはならん。戦いはおやめなさいと伝えたはずです。お言葉ですがムッタリブ様、
私はアブラハ総督に直接会い、その強い意志を確認してきました。彼は圧倒的な武力により私たちを制圧し、アブドゥルムッタリブ様、メッカを導く名士の一人だ。そしてアブラハの軍隊はメッカの支配をしようと使者を送り続けてきたが、その度にメッカを守ってきた偉大なお方だ。そんなことは決して。アブラハの力は想像をはるかに超えるものです。ゆえに我々に残された道は二つしかありません。速やかにメッカを明け渡すか、アブラハの奴隷となるほかないのです。奴隷？どっちに転んでも最悪だ。皆の命を守るべくメッカを離れることを決断しました。この機会に皆に伝えます。アブラハの軍隊が到着する前に私と一緒にここメッカを離れるのです。これは決して逃げではありません。生き延びることにこそ。確かに生き延びてさえいれば俺たちの歴史はこれからも続いていく。だが俺たちはメッカを明け渡す選択など決してできなかった。必ずメッカを守る。そして第三の選択、敵を迎え撃つこととなった。ニザール、お前からも一言頼む。この中で戦を知る数少ない者としてな。そういったことが苦手だって知ってんだろ。一言でも構わん、来いよ。いいじゃないですか、いつも通りガツンと一発言ってやりゃいいんですから。しゃあねえな。この武骨を絵に描いたような男がニザール隊長だ。メッカ一の豪腕で人望も厚い。俺はこの人の部隊に入った。まあ俺から言えんのは一つだけだ。やられる前にやれってことだ。そんだけ守っときゃ生き残ることができる。みんな死ぬんじゃねえぞ。以上だ。何がおかしい。いや、お前らしいと思ってな。だろ。ありがとうニザール。生き残ることが勝利への第一条件だ。隊長、やられる前にやれなんて当たり前じゃないですか。確かにね。もうがっかりですよ僕は。こればっかりは何度やってもなれねえな。いい演説でしたよ。単純で分かりやすかった。何事も単純だと助かるんだが。そうとばかりはいきませんからね。なぜ戦いを選んだ。家族の説得、単純にはすまんかったろう。ええ、戦いなんざ俺みてえな独り身がやる仕事だからな。そうでしょうか。家族がいるからといって守ってもらおうなんて虫が良すぎる話だと。さすがジュバイルが選んだ息子だ。これからの時代、お前さんのような善人が必ず必要になる。そん時まで死ぬんじゃねえぞ。俺は決して善人なんかでは。今のお前さんは誰よりも善人だ。過去に縛られる必要はねえ。そんでそん時覚えたことを今こそ使うべきだ。思い出したくもねえ過去かもしれねえが、そいつは戦場できっと役に立つ。きっとな。期待している。頼んだぞアウス。はい。確かに今の俺には思い出したくもない過去だ。だがこの戦場に来ると決めた時に誓ったんだ。忌まわしい記憶を封印するのではなく受け入れ、この名誉ある使命に就くと。そう、あれはムッタリブ様の宣言を家族に伝えるために急いで帰った時のことだった。噂は本当だった。あなた、タイフからアブラハの軍が迫ってきている。わかっている。すぐに避難の用意をしなさい。え、家族を守るのはお前の役目だ。お父さん、
まさか戦うおつもりですか？ムッタリブ様は避難せよと。神を蹂躙する行為を黙認することなど私には決してできない。わかりました。しかしメッカに残るのは俺の役目です。あなた、体が覚えているんだ。剣の扱い、そして戦い方も。俺は神に許されるような人間ではありません。だから。それは昔の話だ。あなたが罪を深く悔いていること、神はご存知です。自分をそのような卑しいものと見る理由はありません。いえ、お母さん、この印がある限り重ねてきた罪から逃れることは決してできない。俺は罪で汚れているんです。そんなことありません。神はすでにあなたのことをお許しになっているはず。この幸せな日々の生活が何よりの証なのではないでしょうか。ありがとう、ヒンド。お前の言葉にはいつも救われ勇気づけられる。俺はここメッカと大切な家族を守りたいんだ。ですが、誰かが戦わなければならない運命ならば、それは俺に課せられた使命だ。あの日、あの時、この家に盗みに入った俺をあなたたち夫婦は罰することなく許し、家族として迎え入れてくださった。それは罪を犯すことでしか生きていく術を知らなかった俺に、平穏無事な日々と信仰の素晴らしさを教えてくれました。すべてあなたたちのおかげです。そして今がその恩に報いる時なのです。アウス、あなた、私たちは幸せ者ですね。ああ、私も避難の支度を始めるとしよう。はい。あなた、お願いがあります。ヒンド、どうかこれを、このアイシャドウを戦場でも身につけていてください。ああ、これが戦場で俺に勇気を与えてくれるだろう。離れていても私たちはいつも一緒です。お前こそが俺の目、そして心だ。はい。もちろんお前もいつも一緒だよ、ワハブ。待っていてくれ。必ず炎を灯し勝利を伝える。まさか、もう来たのか。砂塵です。北東より大きく吹き上がる砂塵を確認しました。砂嵐にしちゃ変です。おそらくは敵軍ではないかと。早いな。到着はいつと見る。砂塵の位置から見ておそらく夜明けの頃かと。わかった、引き続き見張りを頼む。はい。うろたえるな、静まれ。たかが気配で取り乱しているようでは戦場で戦うことなどできんぞ。確かに敵の数は我々よりも多い。しかし数が多いほど指揮系統が崩れれば脆いことも事実だ。各部隊の隊長、そして大将のアブラハを倒せば敵軍は一気に崩壊するだろう。恐れることなく私についてくれば必ず勝利できる。いいか、分かったか。声が小さいぞ。もっとだ。そうとか、石膏からの報告によるとキャツラかの地にて迎撃を企てているとのことです。ほう、はあ、愚かにも死を選択するとはな。はい、総督の恩情を理解できぬとは誠の愚民。
キャツラがこの象の軍団を目の当たりにしても逃げ出さずにいられるか見ものですな。それで別ルートの石膏は何と。そちらにおかれましても総督の読み通りとの報告を受けております。やはりな。ムッタリブめ、このアブラハを欺けるとでも思ったか。皆さんご苦労様でした。外が騒がしいわ。ええ、アブラハ軍が姿を現したのかしら。見てきます。ワハブお願い。気をつけて。はい。おい、こっちだ。あの煙はムッタリブ様が間違いにならアブラハの軍団だ。ありゃとんでもねえに殺す。まさかこの光が全て。タイフが落ちたという噂は本当なのかもしれませんな。それにあの大きな砂塵、敵は戦車のようなものを従えている可能性も。なんということだ。これがアブラハの言っていた圧倒的な力。足元の悪い中遠路はるばるお越しいただき誠痛み入る。まずはこたびの非礼お詫びしたい。詫びる？勘違いされては困る。要はラクダを盗めなどとは命じてはおらん。では何故。その方らと交渉を行った死者の浅知恵よ。200頭ものラクダを奪うことによりメッカのために圧力がかかると考えたのであろう。なるほど。ではラクダは返していただけると。まあ待たれよ。ん？まだ詫びが済んでおらぬ。ハウカブ、世の誠意を見せい。御意、これより浅はかな盗っ人どもの処刑を行う。なんということ。これが世の誠意。無論ラクダも全てお返ししよう。しかしだ、これだけは覚えおき願いたい。世の要求は何一つ変わっておらぬと。それはこちらとて同じこと。この度はメッカの代表ではなくラクダの所有者としての責任を果たしたまで。ほう。ではカーバ神殿は誰に責任があると。神のものなればそれは神自身に。神を冒涜し神殿を破壊するというのなら試みるがよい。必ずや神の御業を知ることとなる。ほう、それは面白い。神の御業とやらがどれほどのものか試してみようではないか。愚かなこと。その方らは神が破れる様を指をくわえて見ているがよ、我が軍の圧倒的な力によってな。我々は奴の戦力を甘く見ていたようですな。ええ、今私たちにできることは祈ることのみ。そんな、どうかご無事で。アウス、ヒンダ、あいつら、おい、やめろ。大丈夫ですか、ダーブツさん。危ないからハビブは離れてて。でも綺麗事ばかり言いやがって。どんなご託を並べようと結局は生きるか死ぬか、やめそれだけだ。よせ、そこまでだ。ニザール隊長、大丈夫だ、あとは任せろ。はい。威勢がいいな坊主。志願してきただけのことは。フッ。
なかなかやるじゃないか。だがここまでだ。どけ、おい、どかんか。すまない、ニザール。彼は私の隊のものだ。おざいまの部隊のもんか。道理で行儀がなってねえわけだ。また君かね。まったく困ったものだ。それでなぜ喧嘩が始まった。知るかよ。待ちたまえ。おい、ズラロ。ズララ、え？ズララなのか。待たないか。そんな態度を取っているとクビですよ。勝手にしろ。俺はこの綺麗事しか言わねえ野郎をぶちのめす。ただそれだけだ。綺麗事？何が気に食わん。言ってみろ。俺は志願兵なんかじゃない。傭兵だ。だから守るだろ、誰かのためだろ。綺麗事ばかり言うアマちゃんを見てっと虫唾が走るんだよ。しかしだね。黙れ。俺がここにいるのは食うためだ。敵を倒し報酬がもらえればそれでいい。お前ならわかるはずだ。信仰だけじゃ腹は膨れねえからな。だろ、アウス。なんでこんな奴が君の名を。なんだ、まさか知り合いなの、アウス。元罪人だろ。高い報酬と引き換えに戦うだけの役。みんなに教えてやったらどうだ、お前の過去。過去って、まさかそんな。アウス、罪人の仲間なのか。子供の頃、ここにいるズララと俺は盗賊の一員だった。罪人だったっていうのかい、アウス。だが俺たちは望んで盗賊になったわけじゃない。仕方なかったんだ。食っていくために、生きていくためには。望んで盗賊になったわけではないと言ったな。ではなぜだ。なぜ盗賊の一員などになった。それは俺がまだ幼かった頃、熱心な信仰者だった両親とメッカに向かう旅の途中、人気のない山道に差し掛かった時、突然盗賊に襲われたんです。俺を守ろうとした両親は抵抗むなしく無残に殺され、残された俺は何が起こったのかも理解できぬままさらわれました。奴らはさらった子供を自分たちのものと主張するため、盗賊団の印を左の腕に無理やり焼き付けるんです。やめて、やめて、嫌だよ。それは一生消えない罪人の奴隷となった証。こうして盗賊団の奴隷となった子供たちは奴らの手先となり、罪深い行いを仕事と称して強要される。盗賊どもは知っているんです。子供が相手だと人は心を許し油断する。大丈夫か、しっかりしろ。そこに奴らが現れ、善良な旅人を容赦なく襲う。時には子供たちだけで盗みを働けと強要されることも。そんなことは決してやりたくはありませんでしたが、逆らえば体罰が待っていることはもちろん、食事にありつくことすらできない。食べて生き抜くためには与えられた仕事をこなし、盗賊どもに気に入られるしかなかったんです。そんな絶望しかない日々に
光を与えてくれたのがズララでした。盗賊どもが警戒を緩めた瞬間に脱走しようと誘ってくれたんです。それは子供の考えた無謀な計画でしたが、あの時の俺には唯一の希望の光だったんです。止まるな、アンセン。俺に構うな、行け。もう一度生きようとする力をズララが与えてくれた。何をモタモタしてるんだ、行け。しかしズララは追っ手に捕まり、結局逃げることができたのはお前だけだったかな。ああすまない、あの時俺は。謝る必要はねえ。俺は誰にも頼らねえし誰も信じねえ。お前たちのように信仰もねえしな。待ってくれズララ、俺もここメッカにたどり着くまではお前と同じ考えだった。だが妖婦ジュバイルと出会い、教えてもらった信仰の話が俺を救ってくれたんだ。話？そんなもんで腹が膨れるとは思えねえな。待たんか坊主、うん、確かに腹の足しにはなんねえが、同じ境遇だったお前には考えを改めるいいきっかけになる話かもしれねえぞ。悪いが俺には。よし、そんなに素晴らしい話があるのならぜひ我々にも聞かせてもらおうじゃないか。なあみんな、ハンス、みんなに聞かせてやってくれ。お前の人生を救うこととなった信仰の話を。はい、みんな聞いてくれ。今から話す内容は俺の人生を変えてくれた奇跡の物語だ。それは預言者を信じ続け信仰を忘れず行動を起こした男、羊飼いナラムの話だ。彼方の空に分厚い雲が垂れ込め、遠雷が鳴り響く。かつてない空の異変は羊飼いナラムに不穏な予感を与えていた。預言者ヌーフによれば、間もなく神の審判が下り、未曽有の大洪水が世界を襲い、陸地を海に沈めてしまうというのだ。ナラムはその言葉を信じ、村人たちに避難を促した。風の匂いが変だし、雲の動きだって見たことねえ。この雨がずっと続いて大洪水が起きるんだ。常軌を逸した発言にナラムは村人の嘲笑の的となり、馬鹿にされ石を投げつけられた。雨は日に日に激しさを増し、村近くを流れる川も溢れんばかりに水かさを増していった。その頃、預言者ヌーフ、その家族、そして彼の信者たちは山頂部の森を切り開き、巨大な船を作り始めていた。どんなに笑われようとも手を止めず、皆を救おうとするヌーフの姿はナラムの信じる心を強くし、勇気を奮い立たせた。みんな、いい子で待ってるんだぞ。いざって時は俺を待たずに逃げるんだ。ナラムは大切な羊たちに別れを告げると、再び村人を説得するため山を降りた。雨と風がさらに激しさを増し、嵐と化すと、荒れ狂う風は木々をなぎ倒し、川は急激に水かさを増し氾濫。預言者ヌーフを嘲笑った村人たちを家ごと流してしまった。激流に流される村人を救おうと必死に手を伸ばすナラムだったが、神の審判に抗う術はなく、彼もまた流されてしまう。荒れ狂う激流に飲まれ、もがき苦しむナラムの前に一本の枝が差し伸べられた。彼を救ったのは預言者ヌーフの息子ヤフェトだった。嵐による大洪水到来の前に預言者ヌーフの船は完成した。そのあまりにも巨大な勇姿にナラムは目を見張り、ただ立ち尽くしていた。激しい雨が打ちつける中、
船の側面の入り口から様々な動物たちが列をなして入っていく。ナラムの羊たちもその中にいた。嵐はさらに激しさを増し、荒れ狂う川は海と一体化し、ヌークの船に襲いかかった。巨大な波が何度も船体を襲い、船内に轟音を響かせる。ナラムは羊たちを抱き、ただひたすらに恐怖に耐え続けた。巨大な波をまとった海は水面を瞬く間に上昇させ、津波と化して山々を飲み込む。今や陸地は完全に海に沈んでしまったのである。神の審判は成し遂げられたにもかかわらず、雨は止む気配を見せなかった。船は激しい衝撃に悲鳴を上げ、日に日に外壁を失っていった。ナラムは羊たちと共にただひたすら神の許しを待つほかなかった。一体どれほどの日にちが過ぎたのか、いつしか雨も風も止み、外は静かになっていた。ヌーフの船は審判を乗り越えたのだ。助かったのは動物たち、そしてヌーフの家族と、予言を信じわずかに集まった者たちだけだった。嵐は完全に過ぎ去り、どこまでも続く大海原に浮かぶのは一隻の船のみ。生存者たちは久しぶりに浴びる太陽の光に、生きていることの幸せを感じながら一羽の鳩を放った。ナラムは大切な家族とも言うべき羊たちを守り抜いた。努力を怠らず信じて進む者にこそ神は道を示してくれる。間もなく預言者ヌーフの放った鳩が陸地の知らせを届けてくれるだろう。新しい時代が始まるのだ。俺はこの物語によって信頼と協力、そして信仰の素晴らしさを知ったんだ。ありがとう、アウス。いい話だった。ありがとうございます。待ってくれ、ズバラ。お前が身代わりになってくれたから、俺は人生に希望を取り戻すことができたんだ。勝手なこと言ってんな。また守ってくださいってか。ああそうだ。だが今度は俺を守ってほしいんじゃない、ここメッカを守ってほしい。言うにこと書いて。一緒に戦ってください。私が行けなかったのなら謝りますから。お願いです、ズララさん。あなたの力が必要なんです。綺麗事ばかり。もうお前を置いて逃げたりはしない。今度は俺がお前を守る。本気せかましいんだよ。よせズララ、やめるんだ。抜けよ。確かめてやる、本当に俺を守ることができるのかを。やめてください、アウズさんはそんなことを。あいつら。キレがなくなったな、アウス。いいもんばっか食って太ったから。ズララ、お前は鋭さが増したな。合格だ。いいぜ、戦ってやってもな。本当か。ただし条件がある。条件？
飯を食わせろ。